今週のキックオフ新州は待ちに待った J3 リーグがいよいよ開幕。新加入選手の活躍が光った開幕戦を振り返ります。さらに新州サッカー界、いや日本サッカー界のレジェンド田中春馬さんの激動のサッカー人生に迫ります。こんにちは。こんにちは、キックオフ新州です。さあ今週は安藤千佳奈ちゃん、よろしくお願いします。そして田中春馬さんです。お願いします。よろしくお願いします。千佳奈ちゃん、恒例の酒井アナウンサーに一言お願いします。私一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。頑張りましょう。私に一言もうやめましょう。はい、やめない。やめない。さあまずはこちらの話題からです。熱戦新州サッカー、ワクワクする週末帰ってきました。明治安田 J3 リーグ新加入選手の活躍も光りました。開幕戦の模様プレイバックです。いよいよ今シーズンの開幕戦を迎えた AC 長野パルセイロ、遠く大阪の地まで駆けつけたサポーターたちも大きな声援を送っています。ナイターでの試合、 AC 長野パルセイロ、いよいよ始まる開幕戦を前にサポーターの期待感も高まります。前からガンガン行っていっぱい点を取るサッカーをしてほしいなと思ってます。はい、じゃあ今シーズンどんな結果を期待しますか？もちろん優勝昇格です。大阪には昨シーズンまでパルセイロでプレーした秋山が所属。去年は勝つことができなかった相手に新加入選手4人がスタメンに入り、リベンジを図ります。パルセイロは試合序盤、今シーズン FC 岐阜から移籍した浮田をターゲットにボールを供給していきます。前半24分にはエリア内でうまく相手と入れ替わり、最後はサンダー。しかし枠を捉えることはできません。ロングボールを主体に攻める大阪になかなかペースをつかむことができないパルセイロですが、ゴールキーパーキムミノの今のファインセーブでチームを救います。しかし後半22分、コーナーキックから相手に先制点を許します。そして38分にもセットプレーから一瞬の隙を突かれ失点。このままでは終われないパルセイロ。40分に細かくパスをつなぎ、最後は新加入の靴田が移籍後初ゴールを記録。しかし反撃はここまで。開幕戦は悔しい黒星発進となりました。まあ、やれるところと、反省しなきゃいけないところを多く見つかったと思うので、次の試合に向けて、まあ、改善するところは改善して、今日の敗戦というのを本当教訓にして、次進まなきゃダメだなと思います。勝ち点3は失いましたけども、選手は最後まで勝ちを目指して 100% ファイトしてくれましたし、準備してくれたものを、ピッチに出してくれたのではないかなというふうに、見てます。ただ良かったものは良かったこととして、ただできなかったことはできなかったこととして、しっかり事実に目を向けて、次の奈良さんにちゃんとぶつかっていくということに尽きるなというふうに思っています。以上です。J3 3シーズン目となる松本山が今シーズンこそ J2 復帰を目指し、アウェー宮崎におよそ300人のサポーターが駆けつけました。そのベテランの選手が結構入ったんで、その新加入の選手とチームの連動が上がっていくことがすごい期待します。実績十分な選手たち本当にいっぱい入っているので、今年こそ昇格をしてほしいと思ってます。松本山雅は今シーズン加入した高井和真が怪我で離脱。高井選手の思いも胸にとオリジナル T シャツを着て入場しました。試合開始から積極的に相手ゴールに襲いかかります。前半6分、相手の隙を突き新加入の浅川がシュート、惜しくも相手ゴールキーパーに阻まれます。試合が動いたのは前半15分、セットプレーから粘りに粘り、最後は塩尻市出身の樋口が押し込み先制。さらに
37分に追加点。こちらねオンゴールという判定になりましたが、浅川のガッツあふれるシュートから生まれたゴールで、しかし後半13分、ゴールキーパー神田が弾いたボールを押し込まれ失点。さらに後半アディショナルタイムにゴール前で相手にフリーキックをこのプレーで与えてしまいます。しかしこれをしっかりと守り、開幕戦を勝利で飾りました。まあ、思うような形ではなかったんですけど、こぼれてきたんで、もうそれを気持ちで押し込むだけでした。本当にここからもっともっと活躍して、本当にアカデミー出身として本当に山形の象徴なる選手になれるように頑張りたいと思います。若い選手もベテランの選手も本当に戦ってくれて、僕らがやろうとしたことをちゃんとトライをしてくれて、でちゃんと勝ち点3を取れたということに関しては本当に、いいスタートが切れたというふうに思っています。ただまだ1試合しかやってないので、ここから先もっともっと積み上げて、もっといいゲームをして、もっとちゃんと結果を出せるようにしていきたいなと思ってます。さあ両チームの開幕戦の模様をお伝えしましたが、まずは山賀が白星発進となりました。ハイマさんはどうご覧になってましたか。はい、まあ、やはりキャンプで積み重ねてきたものをピッチの上で表現できたと思いますし、またそれが結果として勝ち点3というものを得れたので、まあ、いいスタートが切れたと思いますね。はい、K さんはこの山賀の試合はどうご覧になってましたか。よく言うと無失点、で終われるとやっぱり6位以内に入らなければいけないということで、欲は言わないです。欲は言わないです。はい、もうこれで大丈夫です。、はい、皆さんこの調子で頑張ってください。はい、まあ、新加入選手との、ね、はい、その融合っていう部分でも浅川選手にボールが供給されてたりというところも、はい、まあ、いい効果っていうところも見られましたよね。そうですね、まあ、新しい選手が、ね、新たに入ってチームに刺激を与えてくれますし、また今までいた選手も刺激を受けて、またさらなるこうチームのレベルアップにつながってほしいと思いますよね。うん、一方黒星発進とはなりました。近田ちゃんパルセイロ、まあ、そんな中ですけど新加入選手クツナ選手もゴール決めましたが、はい、どうご覧になってましたか。いやもうあのゴール決めた時にもうガッツポーズしたぐらい嬉しかったですね。うんうん、もうなんか新加入選手がこう輝いている姿を見て、私はもうパルセイロにもっともっと期待していきたいなと思いました。うん、2シーズン目高木力監督就任2シーズン目ですが、早間さんパルセイロは今後どういう風に、まあ、監督も言ってましたけど、うん、今まで自分たちが積み重ねてきたものがピッチで表現できている、うん、あとは反省が出た部分をしっかり修正して、また次からの試合でこう立て直していきたいということを言ったんですけども、やはりその通りであって、やはり出た課題っていうのをどれだけ克服してまたピッチの上で正していけるか、それが今後の勝利につながってくると思うので、そういったところを日頃の練習からこう突き詰めてやっていってほしいと思います ね、 ね、まあ、でもパルセロもね、技術的なミスじゃなくてちょっとね意思疎通だったりしますから、はい、たらればになりますけれども 1-0 で勝ててた、ね、試合でしたもんね。はい、まあでもセットプレーも大事な要素でもありますからね、そういった小さな積み重ねをね、やっていってほしいと思いますね。そうですね、はい、今後突き詰めていってもらえればと思います。さあ開幕戦の模様をお伝えしました。続いてはこちらの話題です。信州サッカー界のレジェンド田中葉山さんにサッカーに対する思いやどんな道のりを歩んできたのかお聞きします。あとこんな質問しちゃいますよ。葉山さん、監督なりますか。さあここからは信州名鑑のコーナーです。さあこのコーナーはですね、信州にゆかりのある方のサッカーに対する思いであったり、どんな道のりを歩んできたかというのを語っていただくコーナーです。今回は信州サッカー界、いや日本サッカー界のレジェンド、スタジオにいらっしゃっています田中葉山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで改めてですが、葉山さんの経歴をご紹介します。田中葉山さんは松本市出身の41歳。少年時代に FC 松本ベガに所属し、全国大会に出場するなど力を伸ばしました。高校時代に横浜フリューゲルスユース、横浜 F マリノスユースに所属し、横浜 F マリノスでトップチームに昇格し、プロとしてのキャリアをスタートさせました。その後東京ヴェルディや名古屋グランパスにも所属、マリノスとグランパスでは
J1 優勝にも貢献し、2006年にはオシム監督率いる日本代表にも選出されました。そして2014年に松本山雅へ移籍、9年間チームを牽引し、2018年に J2 優勝など2度の J1 昇格に貢献しました。23年間のプロキャリアで J リーグ通算570試合に出場し、 J リーグから功労選手賞を受賞。2022年に引退された後、松本山雅 FC エグゼクティブアドバイザーに就任したり、サッカー解説者を務めるなど多岐にわたって活躍されています。そんな葉山さんにですね、はい、視聴者の皆さんに事前に質問募集しまして、いただいた質問の中からスタッフが9つ厳選して選ばさせていただきました。まあ、時間ない中ではありますが聞いていければと思います。いいですか、はい、早速検査、はい、大事ですよこれ。大丈夫です、何聞くか。いいですか、はい、こちらの作詞30代ニャッキーさんの、はい、サッカーで生きていけると確信したのはいつですか。まあ、生きていけるっていうとねちょっとオーバーすぎるかもしれないんで、はい、まあ、プロとしてやっていけるなっていう確信したのは、あの私自身子どもの頃、はい、実はプロ野球選手を目指したんですよ。で小学校6年生の頃肩を壊してしまって怪我で野球ができなくなってしまったんですよ、はい、それで小学校6年生の頃から本格的にサッカーを始めてプロサッカー選手を目指したんですけど、はい、もうその頃に子どもの頃夢だったプロ野球選手が目指せなくなってしまったので、もう次見つけたサッカー、次出会ったサッカーは絶対手放したくないと、もうこのサッカーで自分は生きていくんだ、サッカーで生活していくんだ、成功していくんだっていう思いが小学校6年生の頃感じてサッカーをやり始めたので、そのサッカーの魅力っていうのは何だったんですか。もう絶対手放したくないと思った、ね、まあ、一番の魅力っていうのは、まあ、やはりさっきも言ったんですけど、怪我で野球ができなくなってしまって夢がこう絶たれたというかなくなってしまったので、その時の思いっていうのが全て次の目標である次見つけたサッカーに出会わせてくれましたよね。ただユースとか入った後はこうライバル多かったんじゃないですか。そうですね、もちろん中学3年生の頃長野県を離れて高校から横浜に行きましたけど、まあ、その時からもうプロに目指すではなくてもうプロになるのは当たり前だと、プロに入って自分は何ができるのか、日本代表に入る、ワールドカップに出る、海外移籍する、そういったところを意識してもう高校年代から取り組んでましたね。まあ、指導者もそういった私に対してそういった指導もしてくれましたし、すごい、この時からそういう強い覚悟だから生きていけるってはちょっと。でも中村俊輔さんとかいろいろライバルいて、はい、あそこのポジションやりたいなとか、ね、いやもう俊輔さんはライバルじゃないです。もう俊さんと同じポジションならもうポジション争いしても勝てないと思ったんで、はい、俊さんにないものをこう自分は見出していかなければいけないなっていうのをマリノスですごく感じましたね。まあ、そうそうたるメンバーたくさんいたので、すごい、まだまだ聞きたいところですけど、近田ちゃんは、はい、いいですか、はい、他に質問。私は、はい、大切にしている言葉、格言を聞きたい。言葉ですか、はい、はい、これは、おお、書いてきました、当てられると思って、はい、うん、はい、すごい、ありがとうございます、はい、いいですか、はい、こちらですか、はい、細部にこだわる、はい、細部にこだわる、まあ、一つ挙げるのは難しいんですけども、やはり子どもの頃からですけど、やはりサッカーは勝負でもありますし、やはり小さな積み重ね、小さなことをおろすかにするとやはり結果を手にすることはできないっていう思いで強くやってましたし、まあ、例えばですけどダッシュ1本にしても、線から線までとラインからラインまでと言われたら本当にラインまで 100% 120% で走り切ること、まあ、コーンがあるとしたらコーンの外側を回ってしっかり走るとか、そういったところは本当に子供の頃から意識して取り組んでました。これってどなたからか言われた言葉とか。もちろん子供の頃から意識してはいたんですけども、マリノスの時に出会った岡田武史監督、まあ、初めて日本がワールドカップに出た1998年の日本代表の監督でもある、まあ、岡田さんに強くマリノスの時に叱咤激励してもらいましたし、こういった言葉はかけてもらいましたね。いや、だからこうやって聞くとこうその年代年代で素晴らしい指導者の方にお会いしてるってことですか。そうですね、ユース年代からもそうですけど、やはり素晴らしい人にこう指導してもらって
まあ、時にはかなり厳しい指導もしてもらいましたけど、でもそれが本当に自分のサッカー人生、プロキャリア通して23年間という思いにこうつながったと思います。ちかなちゃんもね、この間もサッカーの厳しい指導を受けたもんね。そうだね、厳しかった優しくないでしょ。もっともっと私もサッカー頑張りたいなと思います、はい。細部にこだわってください。はい、細部にこだわって、ディテールですよ、はい、ディテール。リフティング10回ですから目標、目標、はい、頑張ります。より、さあ続いて、はい、私もちょっと聞かせてもらいたい、はい、これ聞いても大丈夫ですか。ダメです。え NG はない。はい、J リーグの監督になりますかという右下にあった質問、はい、これしかもパルセイロさんなんで、はい、パルセイロの監督ですか。J リーグっていうくくりだと思うんですけど、はい、まあ現役中にはやはりたくさん素晴らしい監督にこう指導してもらって、はい、やはりそれを何か私自身もそういったことをサッカー界につなげていかなければいけないなって思いもありますし、まあ、今やはり監督になるにはライセンスを取らないといけないので、うん、今ライセンスを取っている最中でもあるので、いつ頃取り終わるんですか、あの S 級ですか。まあ、あと1年2年ぐらい。今2020なんで2026年の下手すら最速で開幕で、どこかの監督に早ければいいってわけではないですし、僕自身もしっかり学んで勉強して、まあ、ただ監督っていうのは自分がやりたくてもできるものではないですし、まあ、確かにオファーがあってね、はい、こそですね、まあ、そういう準備はしっかりして、いつかそういう日が来るのを、ね、たくさんの人がもし楽しみにしてくれてるのであれば、やはり期待に応えたいなっていう気持ちは今はあります。今はですよ。今はこれ田中駿馬監督は両サイド走るぞ、これはもうバン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 。僕ですね、両サイドじゃないです、全員です。全員戦って走らないとダメです。なんかそれどっかの監督もねよく言ってたよね。どこだっけ。そうですね、すごい誰だっけ。長野パルセイロのレディスの、ね、監督ですね、広瀬監督ね、ずっとやっぱ一緒なんだ。大事ですよね、走らないとね、はい、ダメなんだ。全員でハードワークは意識する。ちょっとなんかまだ他ありますか。あ、出ます。これ今朝ももう一つぐらい何か聞いておきたいこととか。あ、でも今までで忘れられない試合ちょっと気になりますね。いや、忘れられない試合ですか。一試合挙げるとしたら、いや、これ難しい、よく聞かれるんですけども、でもやっぱり一番最後の試合ですかね。あの試合、まあ、本当に時間にしては本当に数分だったんですけども、でも本当に23年間の思いがあの数分に詰まってたと思いますし、また雨の中、はい、あのスタジアムに集まってくれたファンやサポーターが作り出してくれたあの雰囲気っていうのは一生忘れられないですし、やはり生まれ育った町のファンやサポーター、そして生まれ育った町のスタジアムで最後こう引退できたっていうのは本当に感慨深いものがありますね。もうね、あの交代のところに出てきたあの背番号さん、みんな見えた時もう空気ガラッと変わったの。アルウィンの何かやってくれる、うん、そして最後だしっていう、なんかもう何とも言えない拍手がね、起こって起こしてくれたんですよ。まあ、でもそれは私自身はファンやサポーターが導いてくれたと思ってます、うん、そういう信頼関係がこう松本でプレーしている間に気づけたんだと思いますね。いや、まだ聞きたいです。いや、ちょっとごめんなさい、もう時間の関係でここまでなんですよ。また第2弾とかあればちょっと、ね、ぜひ聞かせてもらえればと思います。さあ、以上新秀名鑑のコーナーでした。さあ、続いてはこちらの田中選手の情報です。より怖いフォワードになれるように頑張っていきたいなと思っています。信州出身の若武者が世界へ、地元クラブから海外に挑戦する決意を語ります。松本山雅の期待の若手の一人、田中そら選手。宮田村出身で山雅の下部組織から2023年にトップチームに昇格。ゴールへ向かう動き出しが得意で、2022年の長野県サッカー選手権大会決勝では高校3年生ながら信州ダービーの大舞台で決勝ゴールを挙げた選手です。そんな田中選手の海外移籍が決まりました。移籍先はシンガポールのゲイランインターナショナル FC、 シンガポールプレミアリーグに所属し、松本山雅と2016年に業務提携を結んでいるクラブです。トップチームに所属している選手がゲイランインターナショナル FC に移籍するのは初めてのことです。海外挑戦という形になると思いますけど、やっぱり言語が通じなかったり文化が違う場所に行くっていうのは
まあ、サッカー選手としてというよりも人として大きく成長できるんではないかなと思いました。日本のチームでやるよりも海外で得るものが大きいのかなと思って決断させてもらいました。まあ、日本のサッカーをかなり意識しているチームっていう情報ももらっていて、やっぱりフォワードとしての能力っていうのはもっともっと磨かなきゃいけないと思いますし、まあ、そのシンガポールに行ってゴール前で足を振るだったり、もちろん得点能力もそうですけど、より怖いフォワードになれるように頑張っていきたいなと思っています。気候が日本と違くて蒸し暑い環境なので、まあ、その中でいろんな外国人の選手がいて、球際だったりフィジカルだったりっていう面は日本にも見劣りしないのかなと思いました。なので強度の高いサッカーに早く慣れられるように頑張りたいなと今思っています。そんな田中選手、シンガポールにどうしても持っていきたいものがあるんです。うどんが好きなので、うどん、乾麺のうどんをたくさん持っていこうかなと思います。大好きなうどんをたくさん食べてゴールを量産しちゃってください。僕はやっぱり一番は山形で活躍する、山形と共に J1 に行くっていう気持ちが一番大きいので、帰ってきてから数字上で山形の力になれるように、点を取って山形を助けられるようなフォワードにこの1年で近づけるように頑張りたいと思います。まずは長い間不安にさせてしまったのかなと思う、実際連絡もたくさんいただいていたので、まずは長い間すいませんでした。またアルビンで活躍する姿を見せられるように頑張ってくるので応援よろしくお願いします。さあ、地元出身の若武者が海外へ羽ばたくということですが、このタイミングでのっていうのはどういったこうチームとして意図があるんですかね、狙い。まあ、やはり、海外のチームから、まあ、戦力としてこう来てほしいっていうオファーが あったと思いますし、まあ本人も言ってましたけど、海外に挑戦する、日本でやる、他のチームでやるよりも海外で挑戦したいって思いがあるって言ってましたから、まあ、そういった意味で、まあ、こういうタイミングになったと思いますね。葉山さんも、ね、海外でのサッカー経験ありますけども、はい、やっぱ難しさっていうのはどういうところ、まあ、もちろん日本と文化も違いますし、ね、言葉も違う、うん、そういったところをしっかり受け入れて、やはりそれをしっかりリスペクトしてピッチ内外でこうプレーしていく、またピッチ内外で行動していかなければその国では成功をつかむことができないと思うので、ちょっと今はねこういうサングラスでお茶目なところもありますけれども、持っていきたいもの、そば、うん、じゃないんですね。うどんっていう、うどんでしたね。いやちょそういうとこちゃんとしといて。好きなものは勝てませんけども、ちかなちゃんは、はい、実際にこうやって若武者がまた海外へ飛び立っていくということですが、期待する部分どんなところですかね。そうですね、山鹿のためにってこう遺跡、期限付き遺跡だと思うんですけど、山鹿のためにっていう思いがもう本当じんときてしまって、もうこのコメントを聞いてるだけで泣きそうになりました。また J1 へっていう言葉も言ってましたもんね、うん、J2 ではなく、うん、その先を見据えているということですもんね。この田中そら選手のこのところも期待したいですね、はい、はい。さあ、ということで田中そら選手の話題についてお伝えしました。それでは週末の試合情報です。明治安田 J3 リーグ第2節です。松本山雅 FC はアウェーで FC 琉球と今日この後午後4時からキックオフの試合があります。そして AC 長野パルセイロ、明日午後2時からアウェーで奈良クラブと対戦します。そして WE リーグです。 WE リーグは第8節、明日午後2時からホームユースタでジェフ千葉レディースと対戦します。みんなで信州のサッカーチームを応援しましょう。山川もそのまま残ってるんですよね。そうですね、そのまま残ってる、はい、コンディションいい中2連勝を狙う、はい、うん、そしてパルセイロはもう勝利を、うん、まずは、うん、はい、そして次週はホーム開幕戦に向けて選手に直撃インタビューを行ってまいります。こちらもお楽しみに。なかなか聞けないですよね、はい、選手を生の声って、ね、シーズン中、ね、これはどういった取材になったのか楽しみでございます、はい、そして信州メーカーの田中葉山さん、はい、いろいろ聞いちゃいまして、本当ですよ、すいませんでした。ありがとうございました。また待ってます。またですか、はい、ということで今週のキックオン信州この辺で失礼します。